はいどうも、タラジオ、ご飯の時間です。今日はですね、ちょいっとありまして、やってきております。上野というか、秋葉原というか、水路町って言いますか、来てますよ。ここら辺に来たら、岸本君、どこに行くんですかと、皆さん、もちろんでございます。家系東京さんでございますよ。そんなね、しょっちゅう来れるわけじゃないんですから、今日も贅沢にね、チャーシュー追加したり、ご飯頼んだりして、もりもりにしていただいていきたいと思います。今日もめちゃめちゃ楽しみです。行ってきます。
Thank you.
きますか。はい、ということで行ってきました家系東京さんです。いやいやいや、やっぱ好き、木島は家系東京さんが大好きです。ありがとうございます。今日のチャーシューも素晴らしかったな。どうだった？いつもいつもお世話になっております。家系東京の、スタッフの皆さん本当にありがとうございます。本日増量ありがとうございます。一緒に行った人間の分まで増量本当にありがとうございます。最高でした。感動しました、感動しました。まあ、味にで料理も非常にも満足度高いな。やっぱりチャーシューが好きだもんか。で煮卵、今日の味の卵も美味しかったね。まあ、全体良かったですよ。この間行ったさ、福岡の藤井さんのあの優しい感じ、あれも好き、あれも好き。こっちのもうこれやつ、こねろつ、こねろつような、こういうこういう家系も好き。僕は全部大好きですけど、家系豆腐さん大好きです。今日僕が頼んだのはチャーシュー麺3万のやつ、チャーシュー麺ね。そうで、もう一個のチャーシュー、違う種類のチャーシューを追加する。で味玉も追加する。でご飯は大盛りサービスしてくれるんで大盛りでお願いして、ということで贅沢にやっちゃいました。もうあと言うこと忘れてるのはないよね。大丈夫だね、大丈夫だね。よし、ということで、ここら辺に来たら行っちゃうよっていう家系東京さん、今日もめちゃめちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。